どうも、アスナロサイエンスのまゆこです。本日の動画、星ナビさんとのコラボ企画、まゆこの星ナビチャンネル突撃ラボ訪問の、第3回11月号の動画になります。11月号、本日10月5日発売になりますので、ぜひお手に取ってご購入いただければと思います。今回インタビューさせていただいたのが辰巳恵里さんという方です。恵里さんは、カナリア諸島天体物理学研究所、略称 IAC という研究所でポスドクをされていらっしゃいます。研究している内容については星ナビの方に詳しく書いてありますが、やってること小惑星の研究です。そしてハヤブサやハヤブサ2といった探査機による研究と、望遠鏡、地上の望遠鏡を使った研究を同時に行っている方です。エリさんとの出会いはちょっと面白くてですね、その IAC という施設が、スペインのテネリフェ島というところにあります。私たちの研究室が系外惑星を研究するために使っている装置や、コラボしている研究所も IAC なんで、スペインのテネリフェにあるんですね。で、エリさんと出会ったのは去年の7月とかに、私がスペインに行ってたんですけれども、そこでお会いしました。偶然その時に日本人がいてくれるの心強かったので、すごくたくさんいろいろなことをお世話になって一緒にお出かけしたりもしました。なのでそんなつながりで今もエリさんと、仲良くさせていただいています。そんなわけで今回はエリさんの詳しい研究のことだとか、あとはね、エリさんの半生っていうのが、これまで学生の頃から今に至るまでどういう紆余曲折あって今の研究にたどり着いてるかっていうところのお話がとっても面白くてですね、文字数を割いて紙面の方に書かせていただきました。ネタバレにならない程度にしますけど、今この先の将来の仕事のことで悩んでる人だとか、あとはもう大人になって仕事してるけれどもやっぱり研究職に憧れるなとか、そういう気持ちを持ってる人がいればぜひ読んでいただければ、勇気が湧くんじゃないかなと思います。ということで、ここから先の動画ではその紙面に収まりきらなかったこぼれ話だとか、エリさんの普段の生活の話、テネリフェと日本ではどんな風に研究の仕方が違うんですか、なんていうお話をお聞きしました。ぜひ楽しんでいただければ幸いです。それではどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今もはやぶさ2の研究も続けていて、はい、ISA ではその NASA の方の小惑星探査機のオシリスレックスっていう探査機のチームに、はい、こっちの人たちは入っているので、はやぶさ2の解析に加えて、今はそのオシリスレックスのデータの解析をしたり、あとは小惑星の観測をしたりっていう、大きく3本立てぐらいでやってる感じですね。なんかオシリスレックスとハヤブサ2って似たようなことをしてるけど、競合してる、競ってるわけではないんですか？なんかうまいこと一緒にやってるんですか？競っている点もあるし、一緒にやっている点もあります。やっぱり目標が似てるので、競ってる点は結構あるんですけど、その情報を結構共有する機会は多くて、そういう考え方があるんだなとか、運用の面においてもこういう工夫をしてるんだなとか、なんかそういう情報共有はお互いにしていて、競ってない部分。まだまだ観測は実行はされてないんですかね？ちょいちょい実行されてるって感じ。あ、本当ですか。大きい望遠鏡が今工事中とかになると、すごい競争率が上がってプロポーザルが通りにくくなって、で観測ができなくなるとか、そういうことがあって、あとはコロナの影響でその南半球の、コールが出ないとか、そういう影響があって、結構今地上観測は倍率が高い。そうですよね。
実際に使うのはどういう望遠鏡なんですか、名前を挙げると。名前、ウィリアム・ハーシェルとか。ウィリアム・ハーシェル。カナリアの望遠鏡というわけではないんですね。あ、それカナリアですよ、ウィリアム・ハーシェル。あ、それはカナリア。ラパルマにある望遠鏡。あ、そうなんですね。行ったことない、ラパルマ。この間行ってませんでした？あ、この間行ったの、初めて。インスタで見ました。じゃあ実際感動した。観測に立ち会ったんですか？え、違う、あれはただの旅行で、観光で。休み、あの自動的に観測されるというか、うん、あ、じゃあ自分が行って観測することはあまりない、うん、なるほど。だからあんまり実感がないのはあるかも。まあ、大型の望遠鏡になってくると割とそうですよね。うん、小惑星とかって望遠鏡見てる間ずっと動き続けるわけですよね。太陽系の他の星とは違って、うん、それをちゃんとトラッキングするシステムがあるってことですよね。うん、それは大きい望遠鏡は基本的にどれもついてる。あんまり太陽系内の天体の観測ってしたことないから難しそう。でも多分そのぐらいしか違いはないんじゃないか。私むしろその最初はその探査機の観測しかやってなかったから、地上観測の方が簡単なんじゃないかと思ってたんだけど、あ、意外とそうじゃないなと最近は思っていて。やっぱ遠いからですか？え、特に遠いからですか？いや違う、大気が、大気があるっていうのが新たな発見っていうか。だけど地上観測だと特に私はその紫外線域の反射率みたいなのを見ていて、はい、紫外線はすごい散乱されちゃうので、うん、宇宙望遠鏡で見るっていう手はないんですか？うん、あ、もちろんそれはできればいいんですけど、でも現在多分動いてるやつで、うん、あのその UV の私が見たい領域を見れる宇宙望遠鏡が存在してない。あ、そうなんですね。うん、やっぱ長波長側に行きがちな感じがします。そうですね、長波長もまた結構大気に影響されるんで、うん、宇宙に飛ばしたいっていう気持ちは大きいです。歌詞、うん、以外はどこも大変です、うん、生活自体は私は特に家族もいるわけじゃないんで、あの大きな影響ないんですけど、周りの研究者の生活の仕方は結構日本とこっちでは違うなって思うことは多くありますね。特にまあ私の上司は女性の方で、はい、子育てしてるんですけど、子供とか6、7歳ぐらいの子がいて、子供がいる研究者の方はやっぱあんまり長い時間研究所に滞在したりせず、結構サクッと帰って、うん、家で家事をしながら研究をするみたいな、はい、スタイルをしてる人が多いなっていう印象ですね。いや、私も感じました、うん、送り迎えしたりとか、普通に午後はずっと家ですみたいな、うんうん、そういうところはなんていうか許容されてる部分が全然日本と違うなって思いますね、うん、あとは、スペインの法律で夏の有給は全体の有給の半分を必ず取らないといけないみたいなが、私の場合は20日ぐらい有給があるんですけど、はい、半分は必ず夏に使わないといけないみたいな。へえ。で、まあ、強制的に休みが取れるとか、うん、それでラクパルマに行ったっていう。なるほど。いや、それいいですよね。なんか私が行った時もちょうど夏だったから、みんなすごいバケーションを心待ちにしてました。バケーションどこ行くどこ行くみたいな会話が至るところでこう聞こえてくる。ちゃんと休む時は休んで、で逆にすごい集中する時はするって感じがあるなって私はいて思いました。うん、確かになんかスピード感があるっていうか、うんうんうん、日本は結構グダグダする時間があります。そうですよね、それは思います。長い時間働いてればいいわけではない、うん、効率、うん、どっちが効率いいかは分からないな。でも
スペインは割とのんびりしてるから、ああ、アメリカとかだと多分もっと激しく成果主義だから効率を求められると思うけど、うん、うん、スペインは多分その意味でもそこまでのなんか効率は求められてないような、なるほど、うん、今後また次の職を探す職場を探すことになったら全然また違う国も海外もありですか、それとも日本に帰ってきたいなとかいう思いもあるんですか。次は日本に帰りたいかなと思っているけど、まあ分かんないよね結局でも、うん、その今は望遠鏡をやりつつもメインはやっぱ探査機かなと自分の中で思っているんで、最終的には探査機に関わるようなポストに就きたい気持ちがありますね。何か新しいサンプルリターンとか、なんか小惑星探査の話で進んでるんですか、アイディア出しみたいな。日本はもう次は決まってて、次が MS っていう。ああ、聞いたことあります。あれもサンプルリターンミッションで、火星の月に行くっていうミッションです。もしご自分が小惑星探査、小惑星ですけど、何かしらの探査機を、なんか予算無制限で、作れるってなったらどういう探査機作りたいですか。どういう探査機、やっぱいろんな、なんていうか何個かの天体にこう寄っていけるような。あーいいですね、一個、うん、やっぱり1回につき1個ってなると、そのまあ、足掛け10年ぐらいかかるから、うん、気が長い話だな。今度ですね、行けると、うん、もうちょっと楽しい気がする。確かに研究以外の過ごし方、あまあ割とその山に行くのが昔から好きなんで。ああ、じゃあテネリフェは最高ですね。うん、そう、うん、ああそのマリコさんと似たところで言うと、私もいっぱい植物を集め始めたというか、環境がいいからか知らないけどすごい育てて。そうでしょうね、カラッとしてて、うん、今何育ててるんですか。今はパプリカと、モンステラと、あ、ドラゴってわかる？ドラゴ、あのカナリアの植物、流血樹。はいはいはい、あれの種を拾ってきて、それすごい。でもめっちゃだから育つのが遅くて、はいはい、木ですもんね。10年で1メートルぐらいにしかならないって聞いて、先が長い話だなって思って。そうですね、もうそれしばらくかテネリフェの人間にならないと。そうその日本は1回小惑星からのサンプルリターンを成功させて、うん、ハヤブサの初号機で、だからそういう意味ではサンプルリターンという分野においてはおそらく一目置かれている存在になってる、うん、だからまあ NASA ともその予算はかなり違うけれども対等な立ち位置で研究ができてるように思います、うん、まあ、それも結構ラッキーだった点で、まあ、そうやって結構海外とのつながりを作っていくことが私はできたかなと。やっぱ日本は小惑星サンプルリターンに行ってこれたし、でもやっぱ観測、大型望遠鏡を使って観測するなら海外の方がいいところもあるしっていう、ね、うん、それは、うん、そうですね、うまいこと。やっぱ人材交流すると、まあ、そこにつながりもできるし、うん、うん、まあ、でも結構日本の研究者は真面目だと思われてて、うん、そんなにないがしろにされないと思うんで、もし海外行きたければ突撃してみたらいいと思います。いや、行きたいです。私の周りでは直接その海外学習じゃなくて直接応募して行ってるっていう人はいます、結構いっぱいいます。うん、
うん、日本から海外でポスドクやるってなると海外学診が最初に頭に来ると思うけど、うん、必ずしもそうでもないと虎視眈々と海外の研究所に狙っていくのもいいかもしれませんね。うん、うん、はい、お疲れ様です。楽しありがとうございます。もうなんかいろいろとお世話になって。あ、いえいえ協力できることがあれば。あ、ありがとうございます。またテネリフェに近いうちに行けることを祈ってます。うん、はい、お体本当に気をつけてください。うん、ありがとう、ありがとうございました。じゃあミーティング終了します。ありがとうございます。